ビアシンとは、タイの分老飛ぶリワリー社が1933年から製造しているビールのブランド名。年間生産量は約10億リットル。シンハビール、またはシンハービールという愛称で親しまれている。爽やかな口当たりが特徴で、タイ料理によく合う。その語源となっているシンハーとは、タイやインドの古代神話や壁画に登場する獅子である。キャッチコピーは、 ビアシン、ビアタイ。このシンハビールの愛称は、シンの語を一旦サンスクリット語に戻した形、つまりシンハという表記にして、英語名称に用いているために生まれたものである。タイ語においては、シンの語にシンハのヘクタールの部分がサンスクリットの名残として文字表記されるが、無発音記号であり、発音されない。ラベルに刻まれている太陽質の象徴。 紙取りがルーダは特に優れた製品にしか与えられないものであり、1939年に太陽室から授かった。日本国内にも輸入されていて、主に大料理店などエスニックレストランで飲むことができる。アルコール度数は5%。南国のタイでは氷を入れて飲むことも珍しくない。文老とブリュワリー社は1994年。 ドイツのハートマンズドーフ社とミバイダ社を買収し、ヨーロッパでは同2社が製造、販売を行っている。ボトルはバンコクグラスインダストリー社が製造している。以下の製品はシシーン製品として親しまれている製品である。ABCD、シム・ハビアートは ?2014 年9月11日閲覧。ありがとうございます。